なあ、カニの凄さって知ってるか？知ってる。焼いてうまい、鍋でうまい、カニ味噌もうまい。実は足はごつい10本ある。まあまあだね。だが本当の凄さはあの驚異的な再生能力にある。カニは敵に襲われたりすると自分で手足を切って逃げることができるんだ。自節って言うんだよね。さらにしばらくすると手足が切れたとこから同じようにまた手足が生えてくるんだよ。マジか。じゃあたくさんカニを飼育して脅かして手足を自節させれば。そうなんだよ兄弟、収穫し放題ってわけよ。これはまだ誰も目をつけてないぜ。なるほど。トカゲの尻尾だけだと思っていたが、カニの手足も再生するんだな。トカゲ、ダイルの尻尾も再生するかな。切って売ったら儲かるかもしれんぞ。え、美味しいの？それは知らん。そんなわけないでしょ。ご存知ですか？マーカス海賊団が王国海軍に討伐されたそうです。とうとうマーカスまでやられたか。これで王国を震え上がらせた四大海賊団もアイフリード海賊団を残すのみですな。海賊なんて腐るほどいるでしょ。こそこそと民間の小舟を襲うような小物はね。でも海軍に喧嘩を売ってしかも勝てる海賊などもうアイフリード海賊団しかいません。つまり今海を自由に渡れる船はバンゲルティア号くらいのものってことか。商人のくせにやけに海賊の肩を持つのね。こいつは悪徳商人だが利だけで動くわけじゃない。単に利を求めるなら俺たちを売った方が儲かる。でもそれじゃつまらないでしょう。逆目に張って儲けてこそ商売は面白い。妙なやつだな。だからアイフリードはこいつをボラードに選んだんだ。こんな人間もいるのね。アイゼンに頼まれたんだけど、探索船って何なの？異界を探索する船のことさ。俺たちが住むミッドガンド王国の外には異界って呼ばれる広大な外洋が広がっているんだよ。そこを探ろうってわけ？何のために？もちろん世界地図を作るためさ。世界地図？そうだ。全世界を網羅した地図の完成は俺たちアイフリード海賊団の野望の一つ。そのためにバンエルティア号も一度異大陸まで航海をした。異大陸まで？ほほう、夢のある話だな。さっぱりわかんない。略してサパランじゃな。知らん場所の地図なんかあってもしょうがないわい。けど広大な異界の探索には強い運が必要だね。あんたたちの運を利用させてもらいたいんだ。運を利用ってどうやって？お前の直感で探索船に指示を出してくれ。見返りにバンエルティア号は足として協力する。探索で得た物資もお前の自由にしていい。指示はシルフモドキという電車帳を使ってどこからでも出せる。すごい財宝が見つかるかもしれないぜ。それに珍しい食材や未知のレシピとか。財宝に食材にレシピか。悪い話じゃないな。大して手間もかからんし何より面白そうだ。そうね。運の責任を取らなくていいなら手を貸してもいい。じゃあ説明するからやってみてくれ。探索船バツビオ。成果を確認してくれ。
あとは報告を待てばいいのね。何が見つかるか楽しみだな。お宝を乗せた沈没船とか海底遺跡とか無人島とか進行路も見つかるかもしれん。そんなのより美味しい魚がいいわ。きっと高く売れる。じゃよな。マグロとかブリとかチョウザメとかの。どこかの沖に極悪人を閉じ込めた監獄島があるって聞いたけど、信じられないよな。本当よ。そこにはゴーマが大量に捕まってるって噂で。事実だな。脱出できた者は一人もいないって話だけど。それは嘘じゃな。現にわしらはここにおるし。まさかお前たちは。余計なことを話すな。さもないと監獄島の囚人よりひどい目に遭うぞ。あ、はい。僕は何も見てません。丈夫な革製品が。報告、偵察隊が強力なゴーマを発見。警戒レベル高と判定しました。了解。星稜に攻守警戒ゴーマとして登録を要請する。近隣に非常警報を発令せよ。はっ。オートの近くでもゴーマが暴れてるなんて、星稜の管理とやらも大したことないわね。アイゼン、攻守警戒ゴーマってなんだ？星稜が特別手配したゴーマだ。最新の情報では各地に十数体確認されている。おう、手ごわそうだな。半端なくな。迂闊に手を出せばただでは済まんぞ。そう来なくちゃな。行くわよ。グズグズしてると星稜の警備が強まるわ。アイフリードの話を監獄島で聞いたと言っていたな。
メルキオルっていう特等大魔士が連れ出した。それ以上のことは知らないわ。俺も聞いたことはない。マギル、お前はどうだ。連れられてきたのは1年ほど前じゃったか。囚人どもがざわついたのを覚えておるが、よほど極秘扱いのようでの、どの棒に入れられたのかすら漏れてこんかったな。アイフリードって普通の人間だよな。そうだ。大魔師の能力もなければゴーマでもない。海賊潰しが目的ならば、愉快な仲間たちを野放しにしておくのもおかしな話じゃしの。清涼がそこまでこだわる理由がわからん。俺たちも情報収集を続けているんだが、清涼の狙いが一向に見えん。だが必ず救い出す。海があいつと俺たちの生きる場所だからな。生きてると確信してるみたいね。海賊が邪魔なら殺せば済む。清涼には生け捕りにして聞き出したい大事な用事があるんだろうな。だが生き方を他人に曲げられておとなしく従うようなやつじゃない。あの男は自分の舵は自分の意思で取る。そういうことだ。ではでは、改めてローグレスへ。あんたも来るの？お前、なんでまた戻ってきたんだ？主らが寂しがるかと思ってな。全然寂しくないけど。裏切り者を探すとか言ってたのはどうなった？取り逃がした。手がかりもない。魔女なんだから魔法で探せばいいでしょ。あいにくとわしの魔法は二人三脚方式での。裏切り者のあやつがおらねば発動せぬのじゃ。共犯者ありきのペテン魔法というわけだな。違うわい。その裏切り者とやらを探す手伝いはしないわよ。バナナで釘が打てるほどの冷たさじゃの。そいつの他に仲間はいないのか？はっておらぬの。帰りたい故郷はないのか？ないの。魔法の他にやりたいことはないのか？ないの。あ、どうした？ライフセット。うん、マギルーの話聞いてたらなんか胸がもぞもぞして鼻がツンとした。友も居場所も目的もない空っぽの人生を送る魔女を、お前は哀れだと感じたんだ。哀れ？相手をかわいそうに思う気持ちのことだ。マギルーは哀れ？そういう目でわしを見るでない。蹂躙しろ。せい、捕らえられまい。こいつはどうだ。逃げるが勝ちだ。
あの壁すごく大きい。この国の王都ローグレスだ。巨大な城壁で町を囲み、ゴーマの侵入を防いでいる。精霊をこき使うことによって、人は身の丈以上の文明を手に入れたのじゃよ。初めてじゃないだろう、ライフセット。前にも来たことあるけど、その時は僕は今みたいじゃなかったから。そうか、大魔師に刺激されてる精霊は景色を見ることもままならないんだな。次にままならなくなるのはわしらじゃがの。王家も清涼の本部もある国の中枢じゃ。王国兵も大魔師もあちこちで見張っておる。わしら悪党にとっては居場所のない町じゃ。居場所なんていらない。アルトリウスの居所さえ分かればそれでいい。効果点そこだ。ナイス尽くす。そこよ呪い、とどめ。スカーレットエッジ無線や封刃決戦。ディエンレイ決戦。そこだ。食らい尽くす。そこよ呪い、とどめ。スカーレットエッジ。ディエンレイ決戦。そこだ。食らい尽くす。呪い、ダイヤ。ディエンレイ決戦。とどめ。スカーレットエッジ。戦闘行動。ずいぶん変わった立ち筋ね。ここいらじゃマイナーなもんでな。全員を調べるものじゃない。自然にかわすぞ。顔硬いぞ。分かってるわよ。そこの黒コートの女、手形を見せてもらおう。どうした？清涼が旅人に発行する通行手形だ。この未熟者、奇術師見習いの基本はにっこり笑顔と教えたじゃろうが。奇術師？いかにも。ご覧の通り、くせ者ぞろいの我が一座、その名もマギルー奇術団と称しまする。式典の余興か。タコにもその通り。いやはや、我がバカ弟子が失礼いたしました。ほれ、兵士様のご不信を解くのじゃ。お前の得意芸、鳩を出してみせよ。は？すみません、師匠、仕込みを忘れました。なんと情けないやつじゃ。芸の道をいかに心得おるか。待て、こんなところで鳩を出されても困る。いいや、勘弁できませぬ。お詫びに鳩のモノマネをせい。ハトマネ。ポッポッ。かように泣く子も笑うマギルー奇術団、ローグレスの皆様にご挨拶の一席でございました。ほら、こんなところで宣伝をするな。さっさと散れ。かしこまり。なかなかの手口だったな、マギルー。あんな子供魂は今回限り、ポッポ。怖い怖い、ポッポ。あと、すごかった。その子供騙しで入れた。王とも大したことないわね。それだけ守りに自信があるんじゃろうて。ライフセット、王との戦力を知っておるか。王とに配備された大魔師さ、大魔師は1000人以上、守備兵士は2個師団。
さすがは王都だな。油断ではなく余裕と見るべきだろう。通行手形がないと厳しいか。民衆がニコニコなのも納得じゃの。ゴーマに怯えまくっとった数年前とは大違いじゃわ。でかい式典があると言っていたしな。そんな余裕があるほどここは平和なんだろう。その平和はルフィのベルベット。今ミッドガンド王国の国政は第一王子パーシバル様が取っておられるのよ。王子が？国王はどうしたの？王は健在だが一線を退いてパーシバル王子の貢献に回っている。この世界の危機を乗り越えるためには新しい力こそ必要だと宣言してな。ほん、なかなかできた王様だな。立派なのはパーシバル様もよ。王様の意を受け継いでアルトリウス様と聖領を全面的に支援されているのよ。パーシバル様とアルトリウス様がいればきっと王国は大丈夫。みんなそう信じているわ。なるほど。つまり国中がアルトリウスの味方ってことね。聖領の役割はますます重くなってきた。わしらも心して支援せねばならんぞ。そもそもの話だが、聖領ってのはどういう組織なんだ？はぁ、嘆かわしい。そんなことも知らんのか。聖領とは聖書を祀るミッドガンド教会の大麻部門。本来は僧兵と祈祷師の集団だった。うん、正式名称はミッドガンド国教会大麻聖領。現在は大麻師の組織になってる。その通り。そっちの坊主たちはよく勉強しておるな。要するに教会の一部だろ。その割には随分偉そうだが。当然じゃ。教会を束ねる主教様は全権を聖領長アルトリウス様に委任して実質的に引退しておる。聖領の多さが教会で一番偉いってことか。だけじゃないよ。国王陛下は軍事と政治を掌握する非常時独裁権をアルトリウス様に与えられた。今王国はアルトリウスの指揮のもと再生一致でゴーマ病に立ち向かう体制をとっている。そう、それがミッドガンド聖堂王国。聖領はその要であり希望の光なのじゃ。いやー、よくわかった。聖領がいかに巨大な組織かってことがな。お母さん、王子様のお話まだ？大麻師様来るんだよね？きっとね。聖領のことで
大事な発表があるって噂だから。私、タイマシ様にお礼を言うんだ。ゴーマをやっつけてくれてありがとうって。そうね、感謝を伝えてみんなで協力しないと。うん、私も規則を守る。わがままは言わないよ。大した人気じゃの。真実を知らないからよ。そうかい。むしろ皆、タイマシが自分たちのために戦っておるという真実を知って応援しているように見えるがの。すごい歓声じゃな。しつけが行き届いておるわ。王国民よ、ミッドガンド聖堂王国第一王子パーシバル・アスガードである。この良き日を皆と祝えることを父王と共に嬉しく思う。おお、式典が始まった。こりゃ割って入るのは無理だぞ。10年前の開門の日以来、ゴーマ病とゴーマの脅威によって我が王国は存亡の危機を迎えていた。だが命が朽ち、心が突き果ててゆかんとする地に奇跡の剣を持ち、あそこ立つ者があった。登るのはいいが、ここで襲うのは無謀。誰あろう、アルトリウス・コールブランドである。
ゴーマに苦しむ民の救済に全てを捧げた。でも殺した。ご聖主の一中たる頼み主を降臨させ、精霊の力を我らにもたらした。でも殺した。ベルベット、混沌の世に断りという希望を与え、今その希望が絆となって我々を結んでいる。でもお前は私の大事なものを全部、アルトリウスの偉大なる功績と献身をたたえ、今ここに災厄を払い民を導く救世主の名、同志の称号を授けん。世界は最悪の痛みに満ちています。なのに、私は皆さんに頼まねばならなかった。断りによる苦痛に耐えてくれと。意志という枷で自らを戒めてくれと。なぜなら、揺るがぬ断りとそれを貫き通す意志。これが最悪を切り払う唯一の剣だからです。今ここにその剣がある。私は誓おう。我が体と命を善なる民のために捧げることを。すべての人々に聖主カノヌシの加護をもたらし、最悪なき世に導くことを。世界の痛みは私が必ず止めてみせる。同志アルトリウス、あれがお前の標的か。いきなり飛びかかるかとヒヤヒヤワクワクしたわい。それじゃ無駄死にでしょ。断りと意志の剣がいるのよ。あいつを殺すために。アルトリウス様を殺す。手堅くてつまらんの。そろそろわしはおいとまするかな。名残惜しいじゃろうが、探し物があるでな。お好きにどうぞ。さよなら。じゃあな、皆の大願成就、七転八倒を祈ってあるぞ。敵は同志様とやらだ。姿を隠すような相手じゃない。じっくり行こうぜ。やつの後ろにいたジジイがメルキオルだな。そう。やつらの情報を集めよう。何をしてるか分かれば隙をつける。といっても王国の最重要人物だ。探るにも手がかりがないとな。アイゼン、王都に裏の知り合いはいないの？船着き場の時みたいな。内陸には疎いが、アイフリードが懇意にしていた闇ギルドがあったはずだ。バスカビルというジジイが仕切っていて、確か王都の酒場が窓口だと。闇ギルド、そんなものがあるのか。とにかく酒場へ行ってみよう。腹ごしらえはできるだろう。そうね。